私はこう判断します。神に立ち返る異邦人を悩ませてはなりません。はい、モーセの律法は昔からどの町にも告げ知らせる人がいて、安息日ごとに街道で読まれているからです。アメン、はい、ここから同じ人がいたいと思いますね。中心的な言葉というのは11節ですね。11節に私たちは今主イエス、恵みによって救われると信じているのですが、これは彼ら用心も同じことですというところですね。この中心に話したいと思います。キリスト教がね、パウロとバルナバによってもっと世界に広められていくわけですけど、その中で問題がいろいろ起こってくるんですね。常に、神様の技、神様の教えが伝えられていくということはね、それまでの、信じてね、伝えられてなかった人々にとってはね、受け入れがたいものがあったということですね。まずその2つの問題があるんですが、それはイエス様の教えを聞いて、それで理解できないような、受け入れられないような、まずそれまでの異邦人にあったね、宗教伝統というのとは違うという、それを改めなければならない。それからもう一つはね、ユダヤ人という人たちでもね、ユダヤ人たちにもその伝統的に受け継がれた教えというものに対してね、根本的に考え方を変えなきゃならないというようなね、事態が思ってきたときね、そういう2つもね、生まれるわけや。パウロとバルナバのイエス様の福音、本当の教えをね、伝えるところでね、ギリシャ人やな、その時代のオリエントの地方にあった人たちが当時思ってくる不能死守主義というのが考えながら一つ生まれるわけだ。それはもう何ていうかな、どうしても人間の理性、人間の教養とかね、そういう今まであったものと根本的に異なるという、ギリシャ人、あるいはローマ人とかね、そういう人たちが、知識階級ですね、主にね、そういう人たちには受け入れがたい教えがあるわけですね。だから それがそれなりにね、その彼らは、ちょっと変えて、その知識階級、あるいはその教養に矛盾しないようにね、理解しようとする。いわゆる無能主義主義といいますが、今日においてはどういうことが言えるかというと、キリスト教はやっぱり、現代の知性、科学の時代ですからね、それに合うようにね、彼らの考え方を変えて理解しようとする。イエス様の教えをね、イエス様のなされたことはね、そのままでは、ちょっと
受け入れがたいのはいっぱいありますね。地域ですね、代表的なのはね、あの5つのパンと 2匹の砂丸で5000人男だけでも5000人の人たちが満腹したというようなね、あるいは片っ端から病気を治されたとかね、あるいはその水の上を歩かれたとかね、そういうようなあの今現代人は特にね理解しがたいようなね奇跡の出来事がいっぱい書いてありますね。それをね、なんかなんとかね、みんながね、あのちょっとね、納得できるように解釈を変えて、それで受け入れるというそういう考え方がある。今日においてはね、キリスト教を、それを理解しようという人たちの間でもね、まあそのまんまじゃ、書いてある通りそのまんま信じるっていうのはね、なおなことあるでっていう、ね、ことでね、医学、科学の時代、現代人は非常に知識が豊富になっておりますからね、なんか昔の、また2000年前のね、何にも知らんね、アホな連中がね、受け入れたようなね、そのまま信じるのは愚かだというね、そういう発想ね、いつもそういうのは、そういうのは、いつの時代でもあるんですけどね。それは大体言われた グノーシス主義というね、考え方がもう必ず受け入れられる、広まるというか、そしてまともにね、聖書を理解するということを妨げるというね。それからもう一つは、あのユダヤ人の持っている、伝統的な立法主義というね、考え方ね、その2つがキリスト教が広まっていく中でね、問題になるわけや、はあ、でどういうかな、いわゆるキリスト教、新近教と大きく分けてね、カソリックというのがありますけどね、カソリックと新教というのに分けて、日本ではそれ以外にも、もうちょっと考えたら、ロシア正教なんて、ややこしいのもあるしね、もうちょっと言ったらいっぱいあるけどね、代表的に考えられるのはね、信仰の場合にね、キリスト教の理解をする場合にね、ちょっとこう、そのままでは受け入れられないような出来事が書いてあるでしょ、宗教って。そんなことだって、イエス様が手を置いて祈られたら、死んだ人が生き返ったということから始まってね、目の見えない人が見えるようになった。耳の聞こえない人が聞けるようになった。推しやった人が物を言うようになった。ね。片っ端から病気が治った。そんなこと信じれるんだ。という現代の人は思うでしょう。ね。だけどそれはその聖書に書いてある通りに、そういうことが起きたんですよ。これはね、そのまんま信じられないからね、なんだかんだ言ってね、へりくつこねるんですよ。ね。なんで、そのまま信じるし、神様がなされたんだから、神様は何でもされるんですよ。何でもされる。ね。それを信じるのが本当の信仰ですよ。ところがね、その本当にその通り信じるのは、アホな人なんだ。何も知識、教養のない人なんだ、というね。いう解釈をする人が多いんです。でそういうのはちょっとその聖書のね
あちこちに書かれてる出来事もね、なんだかんだ言って、なあ、どないって解釈するんやろうと思うよ。変な理屈をつけてね、マジック、ね、超能力とかね、あるやん、マジシャンのやってる、手品をやったらいいんだよ。そういうことを考える。同じ単位だっていうね。それから、なんだ、その、信じるという、そういうふうに、そのように、信じるって、心の作用をね、物事を変えるんだという、可能性思考ってあるやん、可能性思考。イエス様はそんな可能性思考を言われたんじゃないですよ。根本的に違うんですよ。ね、あれだけ、なんか、理屈をなんか納得いかせんです。なるほどなぁと思えるようなね、いろんなことを言う人はおりますけどね、聖書に書いてある通り、不思議なことがどんどん起きた。その通りなんです。で、イエス様は、まあ、本当に心から信じる人はね、この通りこういうことが起きるんですよ。そうやな、今はふと思い出したけど、さっきと子供赤ちゃんができない人がいるな、で一生懸命祈ってる人がいるんですけどね、必ずねまたね祈り続けたらね与えられるんですよ、ね、何でもねどう考えてもねこの病気は治らん、ね、でこの病気はもうお医者さんの言われた通り、ね、あと1ヶ月で死にますとかね、まあ治って2、3年ですなんていうね、その相手にお医者さんが宣言する宣告するというそういう時代もあるでしょう。お医者さんで言われてみたらね、まっそうなことで ねそれだったってね祈ったら治るんですよ。でお医者さんも理解できない、なんで治ったんだろうって、そういう不思議なことが起きるんですよ。ね、足が立たない人が、足歩けない人が歩き出すんだ。まあその通り信じたらそういうことが起きる。でそれでなんでそんなこと言うの？私はそんな体験いっぱいしてるから言うんですよ。だからなんでそういうことが起きるんですか？それは理由は説明できません。ね。そういうこと、実際に不思議なことが起こるのがあった、起きた。ね。で、お前、そんな人に言うなら、お前その通りやってみろ。って言うて、やってみたら、その通りになった。ね。そんなこともあるしね。とにかくね、全く目の見えなくない人が見えるようになる。ね。全く物が言えない人が物が言えるようになる。本当ですよ。そういうね、奇跡がものすごく起きる。ね。それで、今言った何でも繰り返しますけどね。それは、信じたら起こるとか、心の問題とかいう問題じゃない。心の問題とか関係あれへん。だいたいよ、信じる、ね、いつもね、伝道集会にね、いや、昨日もあったか、おとついか、金曜日、鎌ヶ崎、大阪鎌ヶ崎言うて、人手でしょ、問題のとこや。関西で一番問題の人が集まってくると鴨ヶ崎、通天閣のちょっと1キロほど南のところや、ね、大阪新今宮、ね、西成いう、西成萩野寺とか天下寺まで行ったらあかん、萩野寺や、というかなんだ、あれへ行ったや、地名が。ね。まあそこはね、もう、ホームレスの集まり。今、ホームレスって、ホームがないわけ、レスってないわけな、ホームレスの。ね。金もない、ホーム。ホームだり、ハウスや、ハウス、分かりやすいけど、ホームやったらなんとなく、
家庭という感じのそのハウス、要するに家もあれへん、飲む、あの食べるものもない、着るものもない、ね、で着るものはないんだけど、なんとなく着てるという、そしてボロを着てるという、そういう、まあボロぐらいやったらみんなが捨ててるからそれを拾ってくる、あの着てるという感じかな。で家なんかないんだけども、段ボールで家作ってね、そこ寝てるとかね、そういう人たちの集まりがあるんじゃない。いや、そこへ、あの大阪に昔おじさんおばさんが おられましたんでね、もう今に亡くなりましたけども、で大阪の野田、まあ、阪神の近くですけども、そこへ時々遊びに行った時に、あの天皇寺の南の方だけはいくらよってね、おじさんやおばさんに言われた。なんでそこへ行ったらね、あのね、もう何でもね、あの取られてもらって、子供は絶対行くな、いや大人でもあんなとこ行ったらいいんだけど、みんな裸にされてもで、金も何も取られても、ひょっとしたら命まで取られてしまうとか、という非常に危険な場所だったわけや。ね、でそこでまあいろいろ話伝道してるんですね。キリストの話をしてるんですけどね。まあ今はね、そんなひどくはないんだけども。まああの、なんていうかな、神様の教えなんか全然聞く気ないわという人ね。そういうところだからね、あの、賛美歌だってね、あのいつも、ね、替え歌作るわけね、うん、それで言うとちょっと前はあのおとみさんだったら、おとみさんの替え歌、池の黒部のみこしの松にあだなすまたの荒い波とか、荒い波かね、そのそれね、何のことか分からないね、それをね、あの替え歌にしてね、あの歌うと、替え歌って何でするんか、キリスト教 の内容的に、キリスト教的な福音の話にこうは信あの内容をね込めた歌を変えるというね、ことによってね、その歌うという、でそこでね、その地域でその、まあ、賛美歌なんか歌ったって大体聞かないという、だからちょっと賛美変えてね、あの日本人にかかってあの受け入れられたメロディーをね、あの歌おうというね、だからあの流行った歌いろいろあれやね、まあいつも僕は一緒に歌うのに、あの女の道とかね、女の道でもう先生ちょっと古いですよって言われてね、替え歌言うと替え歌の内容人がちょっと今のその現代ではもう何年前にそれが流行ったんです、50年前とか100年ほど前に流行った歌をね、あの替え歌にしてるという、それは現代人が現代の日本で流行しているような歌を替え歌したらどうですかというのもね、でも私自身が知らないというね、そういう問題があって、私ぐらいの年齢の人がね、まあ、多いからね、その時代の実際に流行ったような、ね、歌をね、あの変えて歌ってるわけや、ね、それとねあのまあ、経験が信仰熱心な人たちはね、すごい怒るんですね、なんで怒るんですか、そんなところでね、キリスト教の伝道をしたら大体キリスト教の伝道をするということ、場所は違うって、あんなとこ誰も信じる気はない、そんなところでなんで伝道するのかって、ね、一つそういう問題ね、だからそういう人だったって救われなきゃいかんから、そこで賛美が言うても替え歌して歌ったらい
言うて、そういうことをすること自身がね、神様に対する冒涜だっていうね、そういうような発想をするわけ。ね、替え歌、ね、冒涜でしょうか。ね、まあ、それは冒涜、その冒涜になるなというのは。だけど、原曲自身がね、なんと日本の歌に流行歌として流行ってるわけだから。ね、流行ったわけだから、そのメロディーをね、日本に合うように、日本の庶民に合うようにね、書いたらいいんちゃうのかというね、そういうことをすること自身が問題なんだという。まあ、それだけでいろいろ理屈は、何にしたって非難される。何のせんでも非難される。何かするとまた非難されるというね。うん、それでも関わらんとこというか、ね。あんな変な牧師のね、付き合わんとこというかね、そんな発想まであるわ。なぜね、その今宮の南あたりに問題の鎌ヶ崎行ったら、もうあのせいゴミだらけ。ね。もうあんなとこ誰も行きたくない。もうほんと吐きが出る。だって、ボロボロの家の中に人が住んでる、もう全部汚れたような、もう段ボールも置いてないけど、段ボールで全部汚れてるしね、なんか干してあるんだけど、みんな汚れてるっていう、中途半端なのもっかいやという、もうとにかくおかしなとこや、ね。けどそこでね、神様の福音を伝えて、なんとか救われる。神様を信じて救われてほしいというね、うん、それだけど多くの人はね、もうそんなことすること自身がね、もう意味がないというか、うん、無駄やという人がいっぱいおってんですけどね、僕はね、無駄やというところにね、無駄やという言われれば言われるほどね、やらないかんというね、ちょっともう逆に発想するというかね、いや無駄や、やったらいかんと思ったらやってみようっていうね、ちょっとおかしいとこあってね、もうそういうところに使命感を増やしてやってるということなんですけどね、その話としてね、今日は大事な話で終わってます、ね、だからこのパウロさんとバルナバさんがね、伝えたのは、キリストの教えをまず異邦人に伝えると。キリストの教えは異邦人に伝えるということはね、どういうことなんだろうかというか、ユダヤ人に対して異邦人よ。異邦人って外国人ってことだね。外国の人たち、要するに神様の選びの中に入ってない、救いの対象になってない人と言われている人たち、異邦人と。ということで、その救いの対象になってないという、そのようにユダヤ人たちは信じてたんだけども、聖書を読んでみるとね、なんとユダヤ人以外の人たちだって救われなきゃならんという、救われるんだというか書いてあるんだからね。そういうね、まず大体考えるユダヤ人たちが考えることは何かというとね、律法を守ることによって救われるという発想があるわけね。で、律法を守るということはユダヤ人がだけが やれることであってという、だからユダヤ人以外は救われないという発想って当然出てくるわけですよね。聖書をね、旧約聖書にそう全部書いてある。この旧約聖書を読んでるとね、異邦人がキリストイエス様の救いに預かるというか、神様の誠の教えに、ね、預かって救いに入るというのが書いてあるんだよ、ね、だから聖書をよう読んだらね、ユダヤ人たちだけが救われるんではね、誰でも救われなきゃならないということはね、わかるんですけどね。ところが多くの人たちはそのユダヤ人だけが救われると思っていたというね。それから、今言ったように、グノーシス主義という、知的にキリスト教の福音を理解する。
そういう二つの考え方の問題っていうのはね、この時代から最初からあるわけで、常にね、キリスト教というものが世界中に広がるところではね、常に二つの問題があるね。日本のキリスト教にはね、もう同じだ、ね、キリスト教は大きくプロテスタントの場合ですよ。プロテスタントの場合だけど、グノーシス主義の人たち、主に日本キリスト教のグノーシス主義に侵されている。で、福音派はね、福音派で大きく分けたら2つ分かれる。プロテスタントでもね、新教でもね、2つ分かれる。で、福音派は立法主義になるわけ。教明派と同じことね。その教区にならなければならないという考え方に、クリスチャンは皆真面目でやるっていう。酒も飲まない、タバコも吸わない、ね、タバコパチンコもしない、かけようかなんかせえへんっていうね、いろいろあるよ、ね、そのような発想なので、だいたいその2種類の信仰のパターンがあるわけ、ね、だけどそれはちょっとおかしいというね、ことを考えないかんねんけどね。いやあ、私も今度はまあまあ、なんだ、ある本をね、再版しようと思って、本だけどね、聖霊による洗礼という本を再版、もう一遍出してもらいたいと思って、そういう本を出すのになって、前はそのキリスト教新聞の社から出してもらったんだけど、で50年前に、ね、出してもらったんや。50年前で再販してくださいと。でさらに もっぺんね、一からやり直さないかんって言われた。なんじゃって。だから僕まあもう分かるわな、50年前の原本なんかあるわけないよ。キリスト教新聞社に原本よ、元になる版がね、版画、元の版画なかったらね、もう一からやり直しとなるかなと。そういう意味、本作る場合にね、分かりますね、どういうことかね。だからそれはまあ原稿用紙からね、もっぺんなんだ、今はそのようにしないだろうけどね、昔は活字を拾ってね、それで活字から順番に枠にはめていくというね、そこから文章を今作られていくというね、そういうパターンに入らないかんだけど、今はそんなことしないんでもいいんだけどね、とにかく現場、ね、がなかったらね、印刷に入れないという。原版作りから難しいって。そうなったら普通、そうなったらもうキリスト新聞に頼む必要ないやないかということになるわな。ね。で、今、もうどこの出版社で出してもらおうかなって考えてるんだけどね。で、キリスト新聞社の出してる本もね、どういう傾向があるかというとね、知的なんや、知的。わかる？知的な文字。要するにグノーシス主義なんですよ、ね、キリスト教を理解するので、聖書の一番基本にあるパターンになる、庶民でも理解できる、分かるという、一般の庶民で分かるね、普通の人、まあ、普通の人でも分かるような話をしないかんという、ね。ところがキリスト教の文章では全体で難しいと書いてんねん。難しい、どうしても難しい。だから一般の人には分からんというね。それで今度はもう一つはキリスト教新聞以外にはクリスチャン新聞というね、クリスチャン新聞では命の言葉者というところがあるんです。
それはだね、命の言葉やって出したその文章はね、ちょっとこれ幼稚園の、幼稚園とか日曜学校の子供たちという、だからなんていうか、か優しいんだけども、あまり優しいということばかり強まって、その文章は、あの、大人が読むものじゃないというのはね、子供が読むもの、そんないう感じの本が多い。それからね、なんていうか、キリスト教は西洋から来ましたからね、日本はいまだにね、宣教師が威張ってるというね、問題があるわけや、宣教師。ね、宣教師が偉いわけや。それで、一般の信者さん、あるいは日本人の牧師さんというのはね、いつもこの宣教師の言いなりになってるという、ね、そういう問題があるね。ね、それがね、私は問題、非常に問題があるんですね。なんで西洋人が偉い？西洋人、キリスト教は西洋人から入ってきたんだから、西洋人の方が偉い。西洋人を代表する考え方でいかないと。西洋人の愚かに下にするというのはね、日本のキリスト教に広めるについてはちょっと問題があるという、そういう問題が基本的にはあるんだと。命の言葉じゃんかいなね。そういうね、あの発想がね、どうも僕はその文章を書物を出すときにあたってもね、あの問題があるわけや。それで文章にしてくれって言ったら、本にしてくださいって言ったらね、あんたどなたさんですかって言ってね、あんまり来たことないですとかね、あんたはちょっともう あんたの書いた本をね、出すことができませんって言って、ね、反対される。なんでそんなになってしまうのか、西洋人の考え方とはちょっと違うって、ね、そんな感じでね、いろいろとイチャモンつけられるというのね。なんで西洋人の人たちがそんな特殊な日本人とは違う考え方をするんですかという本じゃ、何も考え方が違うんじゃなくて、ね、誰が主導権を握るかという問題なんだよ。それで未だにね、日本のキリスト教はね、西洋人が偉いね、で日本人はちょっと劣等民族、下の民族、ね、そういう傾向が強いわけや。そんな話で、するとね、もういらんこともいっぱい話しないからね、ほんとにいらんことばっかり話してね、で、今日は何話したらわからんという、大事な話、先生しちゃったんですか、言うて。怒られてますよね。謎が書いた、ね。そこにあるお茶をください。お茶を。ね、謎が書きました。ね、今もう謎が書いてしゃあない、ね。時間だ。もう時間だ。ああ、ね、ね。もうね。ちょっと飲ませて。ね、そういうね。もうここ2000年前のね、古代の時代からキリスト教が伝えられていくところでね、誰が主導権を握るか、どの民族が優先されるのかということがね、また問題になってきてるわけや。だったらもう大事にユダヤ人のみんなの中から伝えられてきたわけだ。ユダヤ人の考え方がね、優先しなければならない。ユダヤ人が結局崇められるような方向に進まないとね、同じキリスト教というのを伝えるにしてもね、問題になってるというところがあるという。それでユダヤ人の信じてる習慣とは、立法を守ることによって救われるというね、
こういう伝統もあるわけ。ところがね、これまあもう結論だけど、用心が救われるというこの番が明かる一歩を守ることが必要だ、信仰だけで救われろというね、立法を守ってきたら今までユダヤ人は備えて信仰だけで救われるのに、ユダヤ人の立場はどうなるのかというそう言うてる人がいる。ほんまに申し訳ない。これをこの前に書いてある、これは十戒ね、申せる十戒、立法というものの代表、それがこういろ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 起きてる。それについてこの漫画の三部番目ね、聖霊を受けるって言った。聖立法を知らない違法人にも聖霊が下った、聖霊が下っちゃったね。聖霊が下がれば違法人がね、新しく生まれ変わって神のことになった。こうなったら何じゃっていう、こういうふうなね、今までのキリスト教がね、根本的に変わってしまった。今までそういう立法を守ることは何をいろいろと立派な生活をしなければならないとか、教義生活というようなことをね、いろいろと言われてしまうね。まあそうやな、まあ日本人はあんまり、日本人で一番分かりやすいのは規則ね、学校の先生がここには2人おられるとね、言うとちょうど学校の先生向けの話をすることになると、どうも私は学校の規則決まりというのがあれがちょっと問題であるということをね、もう60年前、だから60年前に先生の前で面と向かって言ったというね、それを思い出すんですけどね、その時代も今も変わらない、学校は変わってないと思うけどね、とにかく決まりの通りやらないかんというか、もうとにかく外見をガタガタ言うわけや、ね、それでその通りやるとね、ものすごく非難される、そういう傾向がありますね、それはそのままね、日本の社会全体もそうなんだけどね、格好もね、されますね、きちっとそれしないとね、立派な人だとは思われない、服装をちゃんと整えないと、そういう日本の社会は社会ですよ、ね、それでだけどキリスト教会も同じようなことが言われてしまうというふうになったらね、キリスト教とキリスト教以外の日本の社会とはどう違うのかっていうね、それ基本は学校へ行って9年義務教育の段階で小学校6年小学校3年で、ね、6年間ぴっちりこう使われて叩き込まれる考え方はね、要するに話し方ね、ちゃんと話しですよ、人を尊敬する話し方、それから行動をやってね、きちんと時間を守るね、でフラフラしない、ね、あっちにギョロギョロしない、いらんことはいらん、ね、いろ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 と叩き込まれる、私は叩き込まれましたよ、ね、だけどね、そんなことはね、小学校段階からね、学校の先生が言うことは、そんなことを問題するのはおかしい、要は心の問題やろっていう、ね、心をどういう問題、どういう心で
ホルムカということの方の心の問題しなきゃいかんと邪魔さって言ってね、目と向かって先生の前に見たね、校長さんやからみんな目に向かって目と向かって目と向かって言うたというね、ね、そうするとね、そのもう先生方がね全部ねずらーっと教室の中ね後ろの学校の先生方全部並んでね、で何を言うか思ってね、で私は敵視したというね、で何と何とかね、あの生徒会の会長はね立候補したんだけどね、あれは生徒会の会長にさせたらええもんなっていうことで猛反対してね、で中学校の生徒会長にはなれんかったけどね、副会長になるから副会長にどうにかないかっていうね、というそういう、まあ、50年前の話をしますけどね、さあそういうのはね、なんでそんな本物の考え方をしたんかっていう、まあ、イエス様の教えをね、あれ、その頃とか知ってたとか、ね、それで聖書を読んでたんやからね、これクリスチャンにはなってないよ、だけど13歳の時にね、すでに聖書を読んでるっていう、ね、でそれを読んでたらね、大切なのは愛なんだというね、大切なのは心なんだということをね、イエス様自身が常に言っておられるんだよ、ね、で、立法主義というのは、立法はね、形を変えるね、行動や行動とか服装とかね、外見や外見をうるさく言うわけや、そういうもんでことでね、なんだ日本人の考え方とはちょっと違うわけや、日本人の考え方はもうそういう学校教育でね叩き込まれたね、その儒教の考え方にみんなはおるわけやね、だから日本人の考え方はちょっと聖書の考え方と合うわけないというね、そういう問題を日本社会は持ってるわけですよね、で今日は全然この予定と違う話になったんですけどね、わかりますよ、それでそういうふうにね、あのユダヤ教徒の持ってるそういう問題と今言いました、あの当時も今も同じ問題あるんですけど、あの考え方と基本的にはね、日本人であり外国人でありね、もう考え方は基本はね、結局常識やな、常識で理解できるという、ね、ことでね、だいたい日本人でも外国人でも同じだけどね、常識はね、どういうことが常識かと言いますとね、お金が神様やというのが常識なんですよ、ね、金イコール神様、ね、先立つものが必要やと、先立つものはお金というね、お金がなかったら電車も乗らない、ね、いうそういう先立つものが絶対に必要だと、だから何でもそうでしょ、お金が大事、ね、だけどその考え方を真っ向から否定する、真っ向からそんなこと二の次や、大事なのは神様や、ね、それはなかなかわからないよ、みんな普通の人はまず金がなかったら本物やねんから、ね、それは常識というのはそうなんですよ、そうですよ、何するだって何したかって金お金がいるやん、ね、でもお金があってこそなんかできるんだけど、でお金がある人が尊敬されたというかな、そういう日本ではそういう社会ですよ、ね、ちゃいますか、ね、だけどそんなことやらなくて一番大切なのはお金じゃないよ、神様ですよ、そのことなあ、ね、神様なんておられへん、おられへん、ね、はあ、ね、ちょっといらん話しようか、いらん話、無駄な話って、なんかもう終わりですよ、ね、もう大統領選挙始まるな、アメリカの大統領選挙、ね、で、なんだ、レーガンじゃないわ、トランプか、ね、トランプと、元にトランプさんが、
このもう一遍再生されたっていうかね、それからもう一人対抗してるなんか、うん、だったバイデンとかいろいろ人がおってやな。だけど そういう選挙でもね、要は金が必要やというね。それから昨日あの明智光秀の話、対岸ドラマ、あのキリンが来るか、それで、ちょっと見たんだけど、そしたらやっぱり戦争にはお金がいるんやというね、話をしてたね。ああそう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 ね、で王はお金がなかったね。それね、堺のね、ね、堺やってくるの、あの堺ってよ、分かりますよね。堺って大阪の南の方にあるからな、大阪の南ね、終わりするんだけどね、そのね、堺でね、鉄砲を作ってね、たくさん鉄砲を作ったら、一つは勝つわけ、戦争に勝てるわけ、鉄砲を作る。いや、それ以外に、あの戦争をするのに、兵隊を集めないから、兵隊を、ね。兵隊を集めるのに、お金がいるという、ね。傭兵という考え方があるわけや。戦争をするために、その関係ないような人って誰でもかんでも、とにかく戦争するから、こうこうこういう、ね、給料を出すって、ね、お金をやるから、兵隊に行け、そういうふうな昔からなってんねん。それで、そのお金を出せない人がね、兵隊に来てくれるっていうね、そういうような システムがどこにでもあるんだよ。要は、ね、酒出すものはお金やってるね、なってまうわけや。ね、そうでしょ、何でもね、平田さんって言ってもだって先生作るんだってね、飛行機作るんだってね、お金やるんやってね、お金やってね、でそれでお金が余計ある方がね、勝つという。それで社会の少年さんがね、お金がどっちが余計出してくるのかという問題を常にしてれば、どっちが出してくれるかっていう、お金を要求出してくれる方が法に味方するという話と発想ね、あれは危ないなと思うけどね。ああ、そんなんでね、ね、この世はね、その、どのような仕込みで成り立ってるのかなと思ったらね、要は経済の支配者、ね、まあ、かっこいい、よく言えばお金が支配してるという、まあ、この世の中だというね、そういう結論を思ってしまうとね、神様が第一、神様が全てを支配されるという、ね、発想までいけへんわけや。で、神様が全てを決められるんだというところが本当に分かったら ね、そんなお金に取られないんですよね。分かるよね。で、そうしたらね、本当のね、信仰者になれるんですよ。いつもそれまで、なんだなんだなんだ、結局大統領選挙でもトランプさんが、なんで、トランプさんが一番お金持ってるから大統領になったという。いや、いいっす。ものすごい金が持ってんだね。ね。それで、彼はばらまいて、それで、俺に投票してくれ。そしたら、ね、大統領になる、たくさんの、お金を出してくれる人に俺も投票しようという、ね、発想なんでね、うん、結局はお金が、ね、全てを決めろというね、大統領だった選挙だったって全て決まる、そういうことで決まるんじゃないかなと思うとね、うん、なるほどな、お金がやなというね、そんなことを先生に教えてもらうかでね、俺分かってるわというね、おとも怒られるかしらんけどね、お金があることを決めるんじゃないですよ、神様が決められるんですよ。なんで？だってお金があるわ、何もあるわね。ね、死んだら終わりや。ね、そうでしょ？死んだら終わり。で、命というものを支配されるのは、支配してるのね、お金か。お金じゃないやろ。今お金ですよ。で、話をするんだね、もう終わりや。話を言うようなんで、それ議論もよくない。ね。
でもね、何もお金があったんでね、ああなるってね、あの、そうすることを決めるのはね、結局ね、お金でね、なんとかで、なすべてね、あの、決まるんじゃないでしょう。神様が決められるんですよ、ということね、本当に分かったらね、ああ、そうか、私は本当に信仰を持ってるなって分かるんですね。で、私たちがね、神様を信じて、神様はそのお金でね、あの、支配しておられる、命も支配するということが、ね、分かってくるとかね、あの、献金でもね、たくさんしようかなという思いも出てくるわけでね、今日であの皆さんの前にね、捧げ物の献金をね、してみたりしたいですね。もうあの、献金はね、あなんで、献金のことでね、まあ、どうも わけのわからない人がおってるんですけどね、なんで教会でね、あの献金をするんでしょうかというね、それはね、お金というものがね、もうあのかあの神様よりも、なんで神様はお金を支配しておられるんで、終わられるんであって、ね、お金や神様は支配してんじゃないと、そのことが知る、献金をすることによって、もうお金を神様に捧げてしまう、そういうことによって、もう全部ね、自分を捧げるという、その献金に自分の信仰、信頼、それを全て捧げるという、この世はお金というものにとらわれてますからね、私はもうそんなにとらわれません、神様に捧げて、ね。それで神様に全部シェアしてくださいということで、もう神様にとらわれあの信仰し、お金にとらわれてませんよということをね、行動で示す、ね、そのことをね、やってもらいたいと思いますね。ちょっと話難しいかな。今、捧げ物をしましょう。こういう行動をしましょう。